ハウスメーカーは、日本国内全域、または広範囲の規模で展開する、住宅建設会社に対する故障であるが、正式な定義はない。住宅メーカーなどとも故障される。発射会と呼ばれる組織に所属する企業、大和ハウス工業、パナソニックホームズ、ヘーベルハウス、三沢ホーム、住友林業、三井ホームを指すこともあれば、発社の他に、 新興メーカーである一条工務店や多摩ホーム、富士住宅等を含めて指している場合もある。ハウスメーカーに類似するものとして、単独、または少数の都道府県内で展開する住宅建設会社をハウスビルダーと呼んだり、フランチャイズ展開している企業グループをフランチャイズ系、ハウスメーカーと呼んだりするが、定義が曖昧なため、それぞれの企業では自社を指して、 ハウスメーカーと称していることが多い。日本において、小建ての家を建てる際の依頼先の選択肢の一つで、大手住宅ハウスメーカーを指す場合が多い。1960年代から広告、宣伝に多額の費用を費やし、テレビやラジオの CM、新聞折り込みチラシの配布のほか、販売方式の特徴の一つである、住宅展示場における、 自社製品の展示が宣伝の一環である。現状として新築住宅に占めるプレハブ住宅のシェアは2割に満たない状況であり、多くの一般住宅は主に大工や公務店といった地場の施工者によって建てられている。これらの多くは地域密着であり、広域展開をしている中規模施工者を除き、営業手法としても住宅展示場にモデルハウスを展示することはほとんど見られない。 また、充設機器なども直接メーカーから仕入れるのではなく、各充設機器メーカーの販売会社などを中間に経由している。一方、ハウスメーカーは複数の都道府県、または全国各地に営業拠点を持ち、各地の住宅展示場に自社製品をモデルハウスとして展示しているケースがほとんどである。地方の工務店が徐々に規模を大きくして、 ハウスメーカーと呼ばれるようになったケースもあれば、化学メーカー、電気メーカーや自動車メーカー、財閥系企業などの一部門として設立されたケース、最初から住宅を工場生産することを目的に、住宅メーカーとして設立されたケースなど、各社の成り立ちは千差万別である。あらかじめ工場で部材を加工した上で、現場に搬入して、家を建てる、プレカット、通売方向法。 プレハブ工法、ユニット工法などと呼ばれる工法を多用しているのが特徴である。充設機器などを大量に仕入れたり、モジュールなどが規格化された大量生産品をそのまま使用することで工事コストを下げている。また、近年では系列電気店と提携して新築やリフォームを手掛ける企業も出現している。ハウスメーカーの特徴は自前で生産設備を有し、 一部の建材を大量生産を行うその規模の大きさであり、メリットデメリットともに規模の大きさに起因するものとなっている。日本において住宅を新築する場合、ハウスメーカーの他にも受け置い先が存在する。ハウスメーカーも含めたこれら3社によって作られてきた日本の住宅であるが、高度経済成長期からの質より量を重視した供給により、 頻繁な建て替えによる環境負荷、日本全国どこに行っても同じような家屋が並ぶ、画一的な街並みを呈しているという地域景観への影響、伝統的な日本建築の職人の減少による技術の断絶の危険性など様々な問題が指摘されるようになってきた。そのため、国土交通省では、住生活基本法の制定や長期有料住宅制度の施行など、 量より質を重視した住宅政策に転換し始めている。地場工務店は経営者の建築に対するポリシーの違いや技術のばらつきの大きさが如実であるが、中にはその地方特有の気候、地質、生活習慣などを実質し、その利点を生かした住宅建築を行っている工務店が存在する。主に地方などで周囲の景観に考慮した伝統的、 日本建築を本格的に手掛けるには、こうした地場工務店や当僚に依頼することがほとんどである。ハウスメーカーに依頼しても地場工務店に依頼しても建築設計事務所によって設計業務がなされる。大手メーカーは自社内に建築士を抱え建築設計事務所を持っている。建築設計事務所以外のものが業務を行うのは違法であり1年以下の懲役。 または100万円以下の罰金に処される。積水ハウスの本社がある、梅田スカイビル国土交通省、建築着工統計記者発表資料、PDF 版一般財団法人日本、住宅維持管理協会財団について、ありがとうございます。